ハロー YouTube、 西青倉村の山根さんの動画を見て、速稼塾の久保がまた返信動画をお送りしております。山根さん、確かにね、テレビを見る時間と YouTube を見る時間って全然違いますよね。で、 YouTube をやって何が変わるかってことを考えてみてくださいよ。まずね、 YouTube をやり始めて何が変わるかってことなんですけども、例えばですよ、2,3 年のうちに1億円を稼ぐような人に出会えますかとかね、47都道府県を旅した人に出会ったことありますか、近所にそういう人いますかってことを考えたら、多分いないと思うんですよ。これね、私がそうしてるからっていう風にして選ぶっていうわけじゃなくて、私はこれね、すごいことだなと思うんですよ。芸能人とかタレントさんがお金持ちだったり、あっちこっちに旅番組するのは、それはね、ありますよ、あります。でもその芸能人の方とこう関われないじゃないですか、我々は。でも YouTube ってほんとね、普通の人が動画をアップロードして、それから始めてるんですよ。いやいや、 YouTube をやりましょうじゃなくて、 YouTube を見てる人でも全然人生観変わりますよね。例えば YouTube が全くない世界で生きてるとしたら、テレビの情報、新聞の情報、雑誌の情報、そして、地域の情報というふうに、誰もが見て誰もが知っていることにしか触れられないんですよ。それは同じような考え方になっちゃいますよね。でも YouTube ではですね、都市伝説があったりとかね、なんか裏情報があったりとか、意外な業界の話があったりとか、自分とは全く違うライフスタイル、無人島で暮らしている人とかが出てくるわけですよ。で、隠居みたいな人は、私ですけども、隠居みたいな人も出てくるわけですよ。そんなね、珍しい人生とか珍しい情報とか珍しい景色が、例えばね、普段の暮らしの中にありますかと。要するに YouTube を見てる人、 YouTube で発信してる人、全然人生とか考え方とか生き方って変わってくるんですよね。だからね、世の中を変えたいとかなんとか言いますけども、 YouTube を始めるだけで変わるものがたくさんあります。で、その山根さんも西青倉村にいらっしゃってね、もしかしたら YouTube を関わることがなかったら、 YouTube を見ることがなかったら、多分ナイト2000に乗ったことないはずですよね。多分ですよで、私はね、そういう風な感動を届ける立場に今若干なってるんで、じゃあ一つでも多くの方に届けようと思ってますけども、残念ながら YouTube を見てる人にしか届けられないんですよ、私も。だから YouTube をやってるってことが、もしいろんなものを届けたいよって人も YouTube をやってる、いろんなものを届けてほしいなって人も YouTube をやってる、 YouTube が全ての接点なんですよ。 YouTube をやらない人にはこれがないんですよね。そう考えていくと、本当に奇跡のような変身だと思いますよ。変身みたいなね。だから YouTube ね、すごいなと思います。そして今回、花龍馬さんですけども、花龍馬さんみたいな方に出会えるのも YouTube をやってるから、だと思うんですよね。花山龍馬さんがね、よし、やってくれてよかったと。私も YouTube やっててよかったと。そこに接点があったわけですよ。本当にね、私、広島県福山市にいます。で、岡山のどっかに山根さんが、西青倉村にいます。岡山のどっかに、花山龍馬さんもいます。YouTube をやってなかったら、この3人っていうのは、出会ってね、友情を作る、そんなチャンスは人生になかったと思います。で、海老名のね、阿部理恵さんも YouTube がなかったら、YouTube をやってなかったら、多分、今感じている感動とか出会いはなかったと思います。まさにね、YouTube っていうのは、自分自身を知る旅なんですよね。はい、ということで今回ね、山根さん、本当に動画ありがとうございます。ぜひ一般公開してください。それでは、失礼します。